風にあおられて貨物がその橋から落っこって、うん、で機関車は残ったんですけど、機関車よりも後ろの軽い車両は全部落っこっちゃった、うん、で車掌さんがまず亡くなった、うん、でちょうど落ちた真下にあった民家と、水産工場、まあカニ缶って言われたんですけど、うん、水産工場が潰れまして、うん、工場にいた5人の方が亡くなってるんですよ。保冷庫が冷えすぎちゃってるのか分かんないですけど、結露みたいになってて真っ白で見えないんですって、ジュースの棚の中が、ガラスの向こうが、うん、でと思って近づいてて、なんだよなんだよと思ってうって見たら結露じゃないんですよ、それ、うん、中のジュースがみんな吹き出してて、それがガラスについてるんですって。でそこに一つこう手形がついてるんです。そのジュースがこう裂けてる感じなんです。こう手を入れた瞬間グッて何かが手を握ったんですって。ん？え？と思ってグッて引っ張り上げたら、自分の手を掴んでる真っ白い手があるんですよ、ここに。ん？それがこれぐらいの肘のぐらいのところから切れてて、上げた瞬間血がダバダバダバって足元に落ちたのが見えたんです。うわって言って思わず手を上げてうわって見ると、飛んでいくのは大根なんです。でもどこすかねって言ってるうちに、そのタバコの火が動き始めたんです。ゆっくり加えタバコがよ、しかもよ、なんかだれてんなあいつらとかって言ってるうちに、その火がだんだんスピード上げてって、そのうちスーって動くんですって。目測2キロね、歩いてればちょろ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 ってゆっくりミリ単位でしか動かないようなものが秒速10センチ20センチで動くんです、うん、脱衣場のところは何もないし、そのカゴの中にも他の人の服一着も入ってない。いいやと思ってで上がってって、脱衣場で服脱いでカゴに入れて、で湯殿に入ろうと思って、でお風呂ね、こうガラガラガラって洗い場に入って、ガラガラガラって入ってパッて見たら、両脇に並んだ20ぐらいのカラン、つまり水道ついてるやつですね、カランのところびっしり人が座ってるんですって。まあ何人かいる中でずっと仕事をしてて、そしたら後ろのドアがパタッて開く音がして、ふって向いたら誰もいない、うん、だけどパタ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 って歩いていく音がして、うん、で部長の座っている席の横にちっちゃいそのなんていうか秘書じゃないんだけども手伝ってる人の席があるんですね、うん、そこの補佐してる人の席のところの椅子がガシャンって音立てて誰かが座っとるんです、うん、